リッキー・ロメロ、リカルド・ロメロ・ジュニア、1984年、11月6日タイ、は、アメリカ合衆国カリフォルニア州、イースト・ロサンゼルス出身のプロ野球選手、投手。左投げ右打ち。2017年現在は、メキシカンリーグのティフ・アナブルズに所属。カリフォルニア州イースト・ロサンゼルスで、メキシコ移民の家系に生まれる。地元のガーフィールド高校、 2、3年間通った後、ロサンゼルスのセオドア・ルーズベルト高校に転校。最終学年時には12勝1敗、防御率0.53、162奪三振を記録。高校卒業後、カリフォルニア州立大学、フラトン校に進学。都には、チームのエースとして2年間で27勝を挙げ、カレッジワールドシリーズ連覇に貢献。全米学生選抜にも選ばれている。 2005年の MLB ドラフトでは、トロントブルージェイズが、トロイ・トゥロイツキーの指名を見送り、投手では、トップ指名となる全体6位、1巡目でロメロを指名。2は、ブルージェイズのナンバーにプロスペクトにランクインする。しかし、その後しばらく 2A で伸び悩み。2、トゥロイツキーがロッキーズで大活躍をした際には、トゥロイツキーの指名を見送り、ロメロを指名した球団に、非難の声も上がった。 当時の GM であった JP リッチアディもスポーツイラストレーテッド氏の記事の中でロメロの使命は失敗あったとコメントし、それはロメロに強い衝撃を与えた。ロメロはその記事を切り抜いて自らのロッカーに入れ、部長に苦しんでいる時であってもその記事を読み、いつか見返してやろうと自らを発奮させた。後半から成績が向上。開幕前にはダスティン・マゴワン、 ショーン・マーカムの故障とエ j ジェ・バーネットの遺跡で枠が空いたためロメロが先発ローテーションの一員に抜擢された。4月9日のデトロイト・タイガース戦で史上初となるリック・ポーセロとのドラフト1デビュー戦対決を制してメジャー初勝利。その後腹筋を痛めて1ヶ月間故障者リスト・ DL ・リースルが5月末に復帰。 エースのロイ・ハラデーに次ぐ先発2番手の地位を確保した。8月2日のオークランドアスレチックス戦でシーズン10勝目を挙げる。その後は失速したが、最終的にハラデーに次いでチーム2位、MLB のルーキー全体でもビッグポーセロ、14勝に次いでくらいタイとなる13勝を挙げた。8月14日から5年総額3010万ドル。 6年目の2016年は1300万ドルの球団オプションで契約を延長した。チームの先発陣でただ一人、一度も登板を回避することなくローテーションを守り、前年を上回る14勝をマークした。防御率、ホイップ、脱三振なども前年より向上し、先発陣の柱としての地位を確たるものにした。2番、自身初のオールスターに出場。 自己最多の15勝と初の防御率に転落を達成した。しかし、フィップは4点であり、不安定な投球内容ではあった。は6月22日時点で8勝1敗だったが、そこからゼフ長に陥り、球団史上ワーストの13連敗を喫する。防御率5.77は、MLB の規定投球回数到達者で最下位、吉9105、ホイップ1.67は、 リーグワーストだった。6月1日に40人枠を外れる。6月に左膝の手術を受け、そのままシーズンを終える。4月25日に解雇となり、5月6日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結ぶ。11月16日にジャイアンツとマイナー契約で再契約を結ぶ。4月29日に解雇となり、5月30日に メキシカンリーグのティフアナブルズと契約。90マイル台前半の伸びのある速球と鋭く落ちるチェンジアップを軸にする投球スタイルは、ヨハン・サンタナ、ニューヨーク・メッツを彷彿とさせる。ロメロが決め球としているチェンジアップは古典的なサークルチェンジの握りであるが、通常のサークルチェンジのようには変化せず、右打者から見て外に逃げていくように落ちる。すなわち、 スクリューもしくはスプリッターに近い軌道であり、フェルナンド・バレンズエラ、モトロサンゼルス・ドジャースのスクリューに近いとされる。対戦した打者の中には、ロメロのチェンジアップをスクリュー、スプリッターと錯覚する選手もいる。その玉筋から左投手でありながら、タイギ打者を得意としている。カーブの評価も非常に高く、10年の前投手の中でロメロのカーブの左ツアーに、 空振り率は3位、非 WH 率も12位で、カーブを603球投げたものの日、本類打されたのは1球のみと、相手打者にとって、常に捉えるのは、難しい変化球となっている。ゴロを打たせて取るピッチングが持ち味で、2009年の、ギガバイト、FB、ゴロ、フライの割合1.25はリーグ1位。打たせた、併殺打30もリーグ最多だった。 2010年もギガバイト、f b 1 2 6リーグ5位、閉冊打25同4位を記録している。大舞台でのプレッシャーを楽しんでいるという、強心臓ぶりを持ち合わせ、チームの連敗ストッパーとなることが多い。保守のロッド・バラハスもロメロの度胸を褒めていた。一方で、課題は、速球の請求力である。 速球のコントロールが定まらない時には支球から自滅することが多い。また、2010年は冒頭が急増し、前半戦の18投板で15個の冒頭を記録。後半戦は14投板で3冒頭と改善したが、合計18冒頭はリーグ最多だった。シーズンもオールスター前までは順調に勝ち星を重ねていったが、7月27日の レッドソックス戦の黒星以降、9月24日のオリオールズ戦で勝ち星を上げるまでの約2ヶ月間、先発ローテーション入りを保っていたものの白星から遠ざかっていた。前述のカーブも空振り率は高いもののストライク率は低く、請球の改善が成績向上のポイントとなる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。